まず一つ目の意味は、不満。そして、相手を非難するときに使います。例えば、「Das gibt's doch nicht!Sie hat kaum gearbeitet!」。これはありえない。ありえないわ、ね。彼女はほとんど働いてないっていう感じです。 ね、この「ど」の中に相手を、えー、非難する気持ちとか、えー、こう彼女に対する不満っていう気持ちが含まれるんですね。うん、じゃあ2つ目「Ich hab's doch gesagt dass wir noch früher gehen sollen、ね言ね」言ったじゃない。もっと早く言った方がいいって。 で、ここに、また不満とか、相手を非難する気持ちっていうのが含まれるわけですね。うん。あとね、ドフにもう一つあの意味があって、それは、えー、相手をですね、励ますとき。またこれ全く違う意味ですよね。相手を励ますときに、ドフも使えます。さあ、早速例文を見てみましょう。 Do h a 今まで、そんなにもう一生懸命。テストの、テスト、テスト勉強をやってきたじゃない。Es ganz 絶対受かるわよ。ね、あの、話している相手が。 あのテストに受かるかどうか心配でこう不,不安がってるとその時にあの「今まで一生懸命やってきたじゃない」にこう相手を励ましているわけですよね。このドを入れることでグッとその感情がこの分にあの入ってくるわけです。 はい、二つ目。二つ目は、ショーンです。はい、ショーン、えー。まず一つ目の意味は、相手を勇気づける。勇気づけるときに使います。例えば、ダスボーチョン。どうにかなるわよ。はい、また誰かがこう心配事してて、ああ、どうしよう。どうしたらいいかしら。みたいなときに、えー、私は、じゃあ、こういうことを言えますね。ダスボーチョン。 大丈夫よ、何とかなるわよほかにも言い方これ「ドゥ・シャフテッション」「h ゥ・ f ャフテ t i o n ね、うん、のできるわよ、ね、さっきのテストみたいに、うん、やれるわよ合格できるわよみたいなはい、えー、二つ目の意味ですがこれは「反対」 相手の意見に反対するとき、もしくは一部だけ賛成するっていうときにも使えます。はい。じゃあこの会話を見てみましょう。Do must nicht mehr das machen.、ね、もうあなたこれもうやらなくていいわよ。じゃあこう言えます。Ich muss das schon machen. んいやこれはやらなきゃいけないんだよって。ね 反対になるわけですよね。二つ目じゃあ一部だけ賛成した言い方にしてみましょう。Die Stadt ist ね、この街はつまらないと。だ、うん、hast schon recht、うん。これでここで一部だけこう賛成してるわけですよね。まあそう,そうだよね。あば、あんぼ chenende ist viel los。 週末は賑やかだよ、賑わってるよということです。では三つ目はエーベンです。エーベン、エーベンは昨日紹介したハルトとまあ同じ意味になります。えー、ですのでまあ変えられない事実ね現実に対してこう諦めの 表現をすするときに使います、はい、じゃあ読んでみましょうこれはもう変え,られない変えられないって言ってるんですねこれ諦めの意味を含みつつ、えー、次が、えー、じゃあ待たなきゃ。 何かにこう間に合わなくてああじゃあ待たなきゃねっていう諦めの気持ちを含めてさあじゃあもう一つもう一つはですねまた、えー、全然違った意味で、えー、相手の意見に賛成する時にも使えます。 あ私たちのミーティングを明日に、えー、延期しなきゃならないわ。あ、そうだね。うん、いい分。はい、そうだねっていう時に使います。今日の最後です。はい、えー、ブロース、ブロース、はい、ブロースは、えー、自分のこう緊張した感じとかナーバスになってる感じを含める時に使います。 例えば、Ich habe aktuell so viel um die Ohren.、はい、これ、慣用句ですね。Um die Ohren haben っていうのはたくさんすることがあるっていうことです。だから、やることがたくさんあるの。ね。え、Wie soll ich, あごめんなさい、これ話して。Wie soll ich das alles bloß schaffen?、うん どうやって全部片付けたらいいのっていう、この、なんて言うんですか、ナーバスになってる感じをここに入れてありますね。うん。うん、あともう一つの意味は、まあ、こう心配して、心配してる感じを含めるときにも使えます。はい。i o b o wo d a、うん、知りたかっただけなんだよ。 えー、君がどこにいるかだから「君がどこにいるか知りたかっただけなんだよ」うん、でこれの中に「心配してた」っていう感じを含めるんですよね。はいはい、以上で、えー、私が紹介したい「モダールパーティケルを」を、えー、2回にわたってご紹介しました。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Mach's gut. Tschüss.